皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。今日の動画では、運動するということがいかに脳の機能を高め、日々の生活の中にポジティブな影響を与えるのかということを解説していきます。今日の動画を見ることで、筋トレやダイエットのための運動、また日々の生活の中に運動の習慣を取り入れることのメリットを脳科学的な観点から学べ、そのやる気を高めていくことができます。ぜひ最後までお楽しみください。運動すると脳細胞が育つ。最初に結論から述べますと、運動することで脳細胞が育ち、結果として認知能力や情報処理能力が向上します。言い換えるならば、運動は人間が行うありとあらゆる学習を細胞レベルで強化すると言えます。何かを学習するというのは、脳においては情報を伝達する役割を持つ脳細胞同士の結びつきを新しく作ると同時に、その結びつきを強くしていくということを意味しています。ここで重要なポイントは、筋トレをすると筋肉が強くなっていくというのと同じように、脳も情報を取り込めば取り込むほど鍛えていけるということです。つまり、脳というのは生まれながらにその能力が決まっていて、成長のピークを過ぎ、年を取っていくにつれて衰えていくというものではなく、後から鍛えて強くすることができるということです。そして、このことと運動とが大きく関係しているのです。運動によって脳機能が向上するメカニズムとは。それでは、一体どうして運動することが脳を鍛えることにつながるのでしょうか。その仕組みを理解するためには、まず脳由来神経栄養因子 BDNF について知る必要があります。 BDNF の役割を端的に説明するならば、脳細胞の機能を向上させ、その成長を促し、強化し、細胞が死んでしまうのを防ぐ役割を担っています。イメージとしては、脳細胞を育てる肥料のような役割をしている物質であり、脳内の細胞同士の連結を大都市の道路網に例えるならば、その道路を整備し、工事していると言えます。そして、肝心なポイントは、運動をすることによって、この BDNF が脳の中で増加するだけではなく、インスリン用成長因子 IGF-1、 血管内皮成長因子 VEGF、 繊維芽細胞成長因子 FGF-2 といった脳細胞を新たに生み出し、また脳細胞同士の結びつきを強固なものに作り変えていくホルモンも一緒に増加させるということです。これまた簡単にそれらのホルモンについて説明をすると、インスリン用成長因子 IGF-1 や繊維芽細胞成長因子 FGF-2 は脳細胞を活性化させ、脳細胞同士の結びつきを強くする役割を持ち、血管内皮成長因子 VEGF は脳内で新しい毛細血管を作り、このことが新しい脳細胞が生まれてくることと関係しているのではないかと考えられています。運動によって脳の機能が向上する脳科学的な解説については、この動画ではこれ以上深掘りできませんが、要点としては、運動によって脳細胞が新たに生まれるだけではなく、その結びつきが強くなり、脳内での情報伝達のスピード及び記憶の定着効率が格段にアップするということです。そして、それだけではなく、運動によって強化された脳細胞同士のつながりというのは、運動以外の領域にも応用されていくということが分かっています。例えば、空手やダンスを習っている人は、最初は複雑で難しいと思えたような動きを繰り返し行い、習得することで、その動きをもっと複雑な動きの中に取り入れることができるようになるわけですが、そうしたプロセスで鍛え上げられた脳細胞同士のつながりというのは、他にも数学の問題を解くときであったり、仕事上や人間関係上のトラブルを解決する際などにも応用されることが分かっています。つまり、運動するということは、生活全般における情報処理能力を高めるということにつながるわけです。それでは次に、一体どのような運動をすると、以上のような脳機能を高めるメリットを最大限に享受することができるのか、というお話をしていきます。脳機能を高める運動とは、結論としては、どんな運動でも大丈夫です。
息が少し苦しくなり、自分で運動していると感じられるのでしたら、何であってもこの動画で解説をしたような仕組みは働きます。しかし、その上でより効果的な運動は何かというと、それは有酸素運動と複雑な動きが必要な運動を組み合わせるということです。有酸素運動をすることで、脳内で脳由来神経栄養因子 BDNF を増やし、成長因子を送り込む新しい血管を作り、新しい細胞を作り始めます。さらにそこに複雑な動きが必要な運動を組み合わせることによって、脳細胞同士のつながりを強くしていき、それをうまく使えるようになっていきます。そしてこうした運動によって作り出された脳細胞同士のつながりというのは、先ほど取り上げた空手やダンスの例のように、他の思考領域にも動員されるのです。ちなみに複雑な動きというのは、走るという手と足を前後に繰り返し動かす動作よりも複雑であれば、複雑な動きが必要な運動であるとしても良いでしょう。例えばテニス、サッカー、キャッチボールといった球技、またボルダリングやダンスが効果的です。もちろん筋トレも効果的であり、脳機能を高めるという観点からは、毎回決まったメニューというよりは、いろいろなメニューを取り入れると良いでしょう。また運動する時間に関しては、30分のジョギングを週に 2,3 回2週間行っただけで脳機能の向上が見られたという研究もあるように、毎日数時間行う必要性はなく、週に3回程度、20分から30分程度体を動かす時間を確保するだけでも十分に効果が期待できます。以上いかがでしたか？この動画では運動するということがいかに脳の機能を高めるのかというお話をしてきました。最後に動画の内容を簡単にまとめておしまいにします。運動は脳細胞を育て、認知能力や情報処理能力を向上させます。その仕組みとしては、運動によって脳由来神経栄養因子 BDNF をはじめとした物質が脳内で増え、脳細胞を活性化させ、脳細胞同士のつながりを強くするだけではなく、新たに脳細胞を生み出すからです。そして運動によって鍛え上げられた脳細胞同士のネットワークというのは、運動以外のさまざまな領域にも応用されていくため、運動することが結果として日々のさまざまな問題をスマートに解決していく能力を高めることにつながるわけです。そうした運動による脳機能へのプラスの効果を最大限受け取るためには、有酸素運動と複雑な動きを組み合わせることがポイントです。複雑な動きというのは、走るということよりも複雑であればよく、例えば球技、ダンス、また筋トレなどが効果的です。もしすでにウォーキングやランニングといった習慣をお持ちのようでしたら、その中にスキップ、横歩き、ジャンプといった複雑な動きも混ぜてみましょう。時間や頻度としては、週に2から3回程度、1回あたり20分から30分程度の運動で十分な効果が期待できます。こうした運動による脳機能へのメリットは、年齢関係なく誰であっても運動さえ行えば得られるメリットですので、もし今の生活の中に運動するという習慣が入っていないようでしたら、ちょっと外を散歩するといった簡単なことからでもいいので、とにかく運動するという習慣を始めてみましょう。ちなみに習慣化のためのハウツーに関しては、こちらの動画で詳しく解説をしていますので、運動のメリットは分かったけどそれでも続けるのは難しそうと思われた方は、ぜひこちらの動画も一緒にご参考ください。何か一つでもご参考いただけましたら幸いです。このチャンネルでは、心、技、体、知という4つの側面から、個人の能力を高め、その人が社会の中で楽しく、ストレスなく、自分らしく過ごせるようになることを目指しています。SNS では動画の内容を復習コンテンツにして、動画の公開から2日後、2週間後、2ヶ月後という記憶の定着に最適な感覚で配信しておりますので、ぜひそちらも連動させてお楽しみください。また、これまでの動画をメンタル、健康、モチベーション、人間関係、その他特集シリーズというように役立つ知識やハウツーを再生リストにしてまとめておりますので、気になるジャンルがございましたら、ぜひ他の動画もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。